不思議の館へようこそ。心の準備はよろしいですか。それでは参りましょう。今日のお話は、私が5歳の頃実際に体験したお話です。第2話、初めての遭遇。自宅の仏間は部屋に囲まれ、窓のない4畳半の部屋だった。ある日の夜、母親に通園バッグを片付けるように言われ、いつもの場所へ向かった。そこがその仏間だった。カバンを置いて立ち去ろうとしたとき、何やら青白い光が視界に入った。反射的に振り向くと、仏壇の前に丸い玉のような光がぼんやりと光りながら浮いていた。なんだろう、そう思いながらしばらく眺めていると、その光は徐々に形を変え、肘から先の手になった。そしてゆっくりと私の顔へと向かってくる。すぐ目の前まで来た時、逃げなきゃ、そう思った私は弾かれたようにその場から走り出した。母親のもとへと戻り、泣きながら会ったことを告げると、ひどく叱られてしまった。こういうことは話しちゃいけないんだ、そう幼心に悟ったのを覚えている。いかがでしたでしょうか。またのお越しをお待ちしております。